100万回言えばよかった。最終回。突然、人間の姿で現れた直樹に驚くユイですが、神様のくれた直樹との最後の時間を思い残しのないようにやりたいことをしていきます。ユイは直樹と二人で買い物デートをしたり、久々にゆずるとも三人で楽しく過ごす時間を満喫しました。そしてユイは、両親や弟の匠のことを心残りに思っている直樹のために、思い残しを解決しようとします。直樹は、まーさんやゆずるに感謝の気持ちを伝え、最後の残された時間をユイと二人で過ごす。彼がユイに最後に伝えたのは、愛してるという言葉でした。直樹は人間として復活するというのはファンタジーっぽかったですが、ユイと直樹が思い描いてきた互いに触れ合える幸せが叶うには、そういうことしかなかったのでしょう。幽霊の直樹が消えた時、ゆずるに乗り移って何か言おうとしていましたが、結局は彼女に何も言えないまま彼は消えてしまいました。あの時は時間がなく、言いたいことを言う前に消えてしまったのかもしれませんが、なんであそこで直樹は気持ちを言えないのかともやもやしてしまって、ユイはちゃんとしたお別れなんてできないのかもしれませんというような感じのことをゆずるに言っていましたが、その時の彼女はとても悲しそうでした。だから直樹が復活した時は、あれ?と思いながらも、二人が抱き合うのを見て何かじーんと胸に来ました。直樹がお腹すいたと言っているのが人間らしく、実際にユイとの時間ができたのだなぁと思い、ほっとした気持ちになります。巻き戻されていく二人の時間はとても愛しく、そこには恋人同士のかけがえのない普通の時間が流れていました。ゆずるは人間の直樹と初対面して、ユイと直樹が普通に話せる様子を見ていましたが、ユイを好きな彼は嫉妬したりはしないのですね。直樹のことを一途に思う彼女に惹かれた彼は、実際に二人が目の前で仲良くしているのを見て、まるで映画を見ているような気持ちになったのでしょうか。直樹の通訳者だったゆずるが、実際に彼らの友達として料理をしたり、ゲームで茶化し合っていたりできるのは貴重な時間だったと思います。ゲームの途中で直樹は楽しそうにしているゆずるとゆいを見て嫉妬し、二人でもやれば?と思わず言ったのでしょうけど、直樹は自分がいなくなった後、二人がもっと仲良くなってもいい。ゆずるなら、ゆいを任せられるとも。しかし、ゆいは怒りましたね。一人で生きていける、と。もちろん直樹は悪気があって言ったわけではないし、ゆいはゆずるのことが嫌いなわけではない。だけど、自分の好きな人から、そんな残酷なことを言われる悲しさ。そして、今まで知らなかったユイの過去も明らかになり、想像していたよりも壮絶な過去ではないことが分かりました。ありがとうや素敵、美味しいと素直に言えるのは、母の口癖だったからということで、何か悲しい過去があったからではなくてよかったです。ユイが直樹の両親を家に招待し、彼の作ったハンバーグをご馳走しますが、香織さんは小さい頃の直樹との記憶が蘇り、涙ぐんでいましたね。直樹の両親は彼を大事に育ててきたけれど、匠の病気で全てが崩壊してしまい、
彼に辛く当たるようになったようです。直樹の両親は匠とも疎遠になり、今は自分たちの弱さを後悔し、涙を流していました。両親の弱さや自分に対する愛情を持っていた彼らを見た直樹は、自分を救ってくれなかった両親を許す気持ちになったかもしれません。自分を殺した英介のことも、君らの見てた優しい英介さんも嘘じゃなかった、と、ハチドリに来ていた子供に伝えてほしいと、直樹はユイに頼んでいました。直樹いい人すぎるよ。だから神様に好かれちゃったんじゃない?ユイが言うように、直樹は純粋な人だったゆえに、この世で生きていくことが難しかったのかも。そして、マーさんもいい人だったようで、生前の高原鈴鹿の相談に乗っていて、そのことに感謝していた鈴鹿は、幽霊になってから彼に会いに来るという急展開もありましたね。おそらく自分で命を絶ってしまったマーさんは、悲しい過去がある人なのですが、思わぬところで幽霊の恋人ができそうで、彼も幸せに成仏してほしいです。そして、直樹がユズルと話すシーンは、本音を覗かせながらも、二人の友情が感じられてよかったです。自分のいない未来のことを考えて、気をもむとか馬鹿らしいし。ユイのことが好きなユズルが、自分に気兼ねしないように、さりげなく彼を後押しし、俺、あなたに救われた。すっげえ変な時間だったけど、楽しかった、と言いながら、初めて、ゆずるの前で涙を見せたのには、ぐっときました。最後のお別れをしに行くゆいのことを、ゆずるは心配しますが、ゆいは、直樹と思い出の海岸へ行きます。中学を卒業し、マサルさんの家から出て行くときに、また会える?とユイが直樹に聞くと、会えるんじゃね?とさらっと言って別れてしまいましたね。ユイとハチドリで再会したとき、めちゃくちゃ嬉しかった、と直樹は初めて彼女に話し、お互いが大事な存在になったとき、こりゃ幸せだって思った、と素直な気持ちを伝えました。彼はユイといるために生きてきたと実感し、この先の未来、ユイがずっと笑っててくれるなら、俺の人生意味あった、と。本当に最後のお別れの言葉にぴったりで、ユイは聞いていて辛い部分もあったとは思いますが、そういうことが一番聞きたかったことでもあり、彼女の心は複雑なのでしょうね。俺、ユイの笑ってる顔が好き。だから笑っててよ。ユイがその言葉を聞いて、別れの時に涙をこらえる様子がけなげで、涙なしでは見られませんでした。ありがとう。さようなら。愛してる。直樹の今までの思いを込めた言葉を、ユイに伝えて消えていきましたが、愛してる。の言葉は、ユイが忘れないように何回も言ったのだと思います。直樹は自分がどれほどユイを愛していたのか伝えることが、彼女の思い残しを解決していくことになると、彼なりに精一杯勇気を出して伝えようとしたのでしょう。ユイにもその気持ちが伝わったようで、直樹の口笛を聞いた彼女は、空から見てるとか嫌だって言ったのに、と少し笑い、力強く前を向いて歩いていきました。リオもユイと一緒に暮らすことになり、ユイにはハヨン、リオという親友がそばにいて、直樹がいなくなってからの寂しさを和らげてくれるでしょう。恋人が死んでしまって、魂となってさまようという
悲しい感じで始まったこの物語は、最後は少し幸せな気持ちになるエンディングでしたね。サスペンス要素もドラマの楽しみの一つでしたが、時間が解決してユイの悲しみで終わるのではなく、希望が持てるラストシーンがとてもいい感じでした。ドラマの中に心に残る言葉やシーンがたくさんあり、忘れられない作品になりました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。